皆さんこんにちは。じゃ希望の日本再生チャンネル、ずっと、継続でお届けしております希望の日本再生チャンネルシリーズ、資源エネルギー問題を考える。今回のお話はバイオマスエネルギーを中心としました再生可能エネルギーについてということで、これも多分4、5回続くことになろうかと思うんですけれども、詳しくですね、いつものように田中先生に掘り下げていただこうと思います。先生よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では早速なんですが、まずこちらですね、バイオマスエネルギーと。バイオマスエネルギーっていうもの自体はそもそもよくわからない。はい、はい、前回までにですね、再生可能エネルギーのうち太陽光と風力のご説明をしました。はい、これからはですね、再生可能エネルギーの中でまた違ったものとして、まずバイオマスで、バイオマスってなんだっていうことなんですが、はい、ここにちょっと書きましたように、動植物由来の有機物でありましてですね、はい、ほうほう、最初に植物が育って、それを食べて動物が育ってということからですね、はい、植物が一番大元だとすると、はい、その植物というのは、生育過程で、はい、大気中の炭酸ガスを吸収していますので、そして自分の植物が体を作り出しているわけですね、はい、光合成によって、はい、でこれをですね、燃やすことによってエネルギー源として使えばですね、うん、それは大気中にある炭素を吸ってできたものをまた燃やして戻すだけなので、カーボンニュートラルであると。つまり炭素を増やしも減らしもしてないということで。すいません、それは、はい、カーボンニュートラルってまた難しいことですね。はい、難しい。カーボンは炭素ですね、はい、ニュートラルは中立という意味なんですが、大気中の炭酸ガス、炭素ですね、はい、カーボン、これを増やすこともしないし減らすこともしない、中立だと、プラスマイナスゼロだと、はい、それがバイオマスエネルギーを利用することの意味なわけです。なるほど、なるほど。つまり、はい、その大気中の炭素を吸って育った植物に火をつけて燃やすのは、はい、全然気にしなくていいという再生可能エネルギーであると。またその大気中の炭素を吸って自分が育つと、はい、いうことになるので、これは使えるということなわけです。で、日本のバイオマスエネルギーというのはですね、はい、主にどういうことをしているかというと、ゴミを燃やすと、はい、ゴミのほとんどっていうのはみんな木やら草やらといったですね、ですね、ところから出発して出来上がってるものですから、紙なんかもそうですね、はい、特に燃えるということはそういうことですね、紙もそうです、はい、これを燃やしてエネルギーを得るというのは日本のバイオマスエネルギー利用の主なものです。ほとんどはそれなわけです。日本では簡単に言ったら、ゴミ焼却場の、はい、隣接して作られた温水プール、そういうことですみたいなもんだってことですね、はい、そういうことです、はい、なるほど、なるほど。ゴミを焼却して出る熱をですね、はい、そのままやっぱり空気中へ逃がしてしまうんじゃなくて、はい、それを利用して、プールを温めるし、あるいは発電をしようと、水を温めて蒸気にして、はいはいはい、お湯を沸かして、それでタービンを回してというような、はいはい、やり方ですね。で、ちょっと統計は古くなってしまうんですが、はい、2021年度末時点のバイオマス発電の導入設備容量はですね、はい、473万キロワットということですから、はい、大型の100万キロワットクラスの原発4、5基分は日本で合計すると、排熱を利用して、廃棄物の焼却からエネルギーを得ているということなわけです。大型原子力発電所 4、5基分のエネルギーが、ゴミの焼却場から出てる、はい、実際に利用されてる、利用されてる、もう利用されてる、すごいですね。利用しないでそのまま捨ててしまってるものの方が多いでしょうけれども、利用してるものがそのぐらいあるということなわけです。ちゃんと考えてやってるってことですね。はい、はい、だからゴミの焼却っていうのはバカにしちゃいけないということなんですね。皆さんもっとゴミを出しましょう。はい、世界全体ではですね、はい、一次エネルギーという言葉は最初の回にご説明しましたけど、その1割がですね、バイオマスなんですね、はい、世界でも。で、これはですね、次のページ以降でちょっと後ほどゆっくりご説明しますけれども、はい、開発途上国とそれから先進国ではですね、はい、その1割の前後でですね、はい、ちょっと状況が違っておりましてですね、おーおー、そのことは後ほど、はい、詳しくご説明しようと思います。面白そう、はい、
でこのバイオマスエネルギーの利用というのはですね、はい、さらに最近ではですね、はい、輸送用のエネルギーとして使うことができる可能性がある。輸送用ですね、はい、つまりトラックだとか船はですね、発電所を積んで動くわけにいかないので、やっぱりガソリンとか軽油とか重油とかそういう燃料が必要なわけですね、はい、どうしてもそういう液体の燃料がですね、はい、でその液体の燃料輸送機関の場合には液体で使わざるを得ないと、まあ、電車は別ですけれどもね、はい、道を動いたり海の上を動いたりするものですね、どっかと電線をつなげとくというわけにいかないような、うん、そういうものの場合の必要な液体用燃料を作り出せる可能性があると。で一つはですね、まずバイオエタノールといいましてですね、はい、化学式だとこういう難しい式なんですけどねで化学の言葉を使うとエタノールとイソブテンのエートリ結合したもと今日は一応ご説明入れてありますけど、これはご記憶に留められる必要ありませんけど、だんだん宇宙語みたいになってきました、はいはい、これはですね主な原料はサトウキビからトウモロコシなの、つまりでんぷんとか糖なわけです。はそういうものからですね、はい、液体性の燃料を作り出そうということなわけです。ほう、これをバイオエタノールといって、まあ、アルコールと似たようなものなわけですね。それがサトウキビやトウモロコシから作れるということです。なんでそんなことができちゃうんですか。まあこういうですねエタノールというアルコールの一種ですけれども、これとイソブテンという、はい、まあ炭化水素なんですが、やはりこういうもののエーテル結合をするという、はい、この難しいですね化学の教科書で大学行ってから少し勉強しないといけないんですけれども、そういう化学反応を利用して作り出すことができるという技術があるわけです。まあ世の中っていうのは、はい、こういうまさにバイオマスですね。ね、こういうものから作り出すこと。面白いこと考える人がいるもんですよね。はい。はい、もう次はですね、バイオディーゼルといってね、はい、化学の言葉で言うとですね、脂肪族カルボン酸の油脂油とですね、はい、アルコールをエステル化により縮合したものだということなんですけどね、これまた難しいんですが、要するに材料は植物油です、はい、菜種油とかパーム油とか、はい、あるいはお台所で、はい、使ったですね、食用油ですね、はい、食用油の捨てられたもの、はい、こういう油からですね、ちょっと化学反応を使うことで精製して、はい、そのディーゼルエンジンの燃料が作れるということなわけです。はあ、こういったことにやはり植物が使えると、まあ、でも先の大戦中に、はい、松ヤニを使ったガソリンみたいなものがね、はい、開発されて、はい、その技術の延長です。ということですよね。同じことです、はいはい、それから次はですね、新たな BTL というのが考えられていると、はい、BTL は何の略かと言いますと、はい、バイオマス・トゥ・リクイド、はい、つまりバイオマスからやはり液体燃料を作り出すんだ、はい、この新たな、これみんな BTL の一つではあるんですけど、新たなというのはですね、藻ですね。藻。微細な藻類を活用した炭化水素燃料の製造である。これはジェット燃料、飛行機用の燃料油の代替に使われた。SAF という言葉がですね、最近、報道で流れることがあるんですけど、サステイナブルエビエーションフューエルと、はい、持続可能な航空用燃料という言葉でしてですね、藻類を利用すると、藻を利用すると。でこれはですね、この化学技術がまた今一生懸命利用されていて、まあ、航空機会社はですね、SAF を利用してみせますとかですね、言うわけですけど、まあ、ちょっと混ぜてるだけなんですけどね、まだ。まあ、どれだけ使えるようになるかということが問題です。技術としてはですね、大変明るい、はい、なるほどということなんですが、課題がありましてですね、はい、原料となるバイオマスを長期に、しかも安定的にですね、十分産業で利用できるぐらいに、安定的に確保することと、コストですね、その燃料を作り出すのに。こういったサトウキビやトウモロコシ、ナタネやパン油、あるいはその微細藻類、そういうものがですね、カーボンニュートラル、要するに地球温暖化対策ということで、はい、燃料のに石油やガスを利用することが厳しく批判されるようになって、はい、その輸送を担うそのトラックであるとか、あれバスであるとか、あるいは飛行機と
行った船、そういったものがですね、はい、あの苦しくなってですね、批判されるので、うんうん、こういうもので燃料を作ってくれたらば高く買いますよってことになっちゃうわけですね。そうするとこっちの方が売れると商売になるぞということで、耕作地形成のために森林を破壊しちゃうと。それからですね、本来サトウキビ、トウモロコシ、みんなこういう菜種、パーム油などですね、本当は食品として買いたいところ、うんうんうん、と食品がですね、食品に売るよりも、はい、その燃料として売った方、儲かると、燃料を作り出したい人に売った方が儲かるということになるとですね、はい、その値段の競争になっちゃうわけですね。はいはいはい、はい、と値段高くすればあの自分にも売ってくれるかということになるとですね、食品の価格に影響し始めちゃうというので値段が上がってきちゃうということなわけです。それからやはりそれをですね、ちょっとだけ混ぜてれば、石油、原油、ガソリン使っててもちょっとこういうのを混ぜてればですね、許されるというようなことは、まあ本当は道義的じゃないですよね。それじゃいけなくて、全部本当はそれにしてもらわなくちゃいけないわけで、でそうしようとすると戦勝にし、もっぱらそれを燃料に使うということになる。そうするとですね、やっぱり相当コストが高くなっちゃう。結局あのバイオマスの発電導入の設備、今現在、はい、原発 4,5 台分のものは実際に産んではいるけれども、はい、でもそれに頼ろうとすると電気代倍になりますよと、はい、さらにこれに送電線なんかの費用が乗っかるから、はい、30円どころか、まあ、これが40円50円となってくる。そう考えてみるとかなり電気代コストがかかるようになっちゃうけど、それでもいいんですかっていうことまで考えなければならない、はい、さらにこの森林破壊という中で実際人類はもともと中東のあたりって緑豊かな大地だった。それが人類が火を使って木を燃やしてしまったことによって今はすっかり砂漠化している。人類の古代文明のあったところって日本以外は全部砂漠化しているっていうのはまさにこの森林破壊があったから、うん、というふうにいろいろ考えるとバイオマスエネルギーっていうのは今非常に注目は集めているし、とっても美しいカーボンニュートラルだというけれども問題もあるよねっていう、はい、ここはちゃんと認識しないといけませんよっていう理解でよろしいのか、はいはい、まあ、全世界で1割ぐらいを担ってるわけですけれども、はい、これを増やすよりもですね、はい、これはやっぱり輸送用のエネルギーとして少しでも安くガソリン車やあの G0 で動く、はい、車とかですね、そういうもので、電線とつながってるわけにいかないというもののために使うように、うんうんうん、まあ飛行機がそうですけど、少しでもそちらの方に回してあげることがまあ重要かなと。なるほどですね、思いますね、はい、で、はい、実際世界ではどうなっているのかということですね。でですね、先ほど一次エネルギーの1割程度ということを申し上げましたが、はい、それがですね、開発途上国と先進国とでは状況が違っていると。開発途上国の方が多いわけです。で先進国は少ないわけです、はい、だから開発途上国はカーボンニュートラルなエネルギーとしてそのバイオマスを利用しているのは偉いなと。先進国は少ないじゃないかと、はい、そのバイオマスを、はい、少しでも使うべきじゃないかと、はい、こういうふうに思うわけですね。もうこれだけ見たらそう見えちゃいますよね、はい、ところがですね、はい、その開発途上国はなぜ多いかと、はい、先進国っていうとですね、薪や炭を使ってるということなんですね。ああ当然多いと。そのお金のかかる発電所を建設するというようなことをしてなくて、はい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 、薪や炭で暖房を取ってる、あるいは何か食べるものを料理してるというようなことになるので、はい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 、今は多いんですけど、はい、逆に開発途上国が経済成長しようとすると、はい、やっぱり早いのはですね、灯油、電気、都市ガス、まあ、石炭、石油というようなことになりますので、開発途上国がよくバイオマス使ってるから偉いなっていうと、実は経済成長によってこれは減ってってしまうという可能性大いにあると。割合としてはもっと言えば、あの経済成長するためには資源エネルギーのコストはできるだけ安いに越したことはない、はい、そうなってくるとあの薪や炭よりも効率のいい、しかも値段の安いエネルギーを使うしかないという状態になるよと、はい、だから、まあ、薪や炭だけで発電機を回すのはちょっとあの一国の電気をですね全部発電するのはとても無理ですから、どうしてもはい、先進国がやってきたのと同じ道を進み始めるとっていうことになってしまうと。で一方先進国はですね、はいはい、あの逆に行けないと
いうことで、気候変動問題の対応から一生懸命バイオマスの導入を推進しているということになりますから、今後はこちらが増えてこちらが減るというようなことになるのかなと。ですから欧州、北米、中南米、この辺りの国が増えてきてですね、逆にアフリカ、アジア、オーストラリア、まあ、こういうところが減ってくるのかなということになってしまってですね、一次エネルギーの1割程度というのは、はい、まああんまり大幅に増えていくということは期待できないんじゃないかなと思うんです。でもまあ、利用するとしたらバイオフューエルとしてですね、はい、輸送用エネルギーとしてですね、使う方向に技術開発をしていくべきだと思います。でも先生、昔終戦後に木炭バスであって、はいはい、あれ坂道登らなくて、あ、そうです、坂道になるとバスの乗客がみんなバス降りて、みんなでこうよいしょよいしょって押したんですよね、はい、なるほど。でエンジンかかるまで1時間近く、要するに木炭バスの木炭エンジンが温まるまで、はい、バス動かないんで、はい、ずっと温めてないといけない、はい、めんどくさいですよね、はい、やっぱりこう先進国っていうのは効率を求めるし、できるだけ安く使える資源を使おうとするっていうか、そうなってしまう、はい、一方ででも CO2 の問題考えると増やさなくちゃいけないよねっていうことで、こうこっちが上がり、こっちがこの2つが下がるという、はい、ことに向かうかなという理解で、はいはい、よろしくございますでしょうか。はい、はい、で次のページではですね、はい、それでもまあバイオマス発電というのはですね、はい、まあ増やしていかなくちゃいけないということで、日本ではですね、高く買いますよと、あ、固定価格買取制度、固定価格買取制度と、はい、固定価格で買ってありますと、はい、いうようなことで、2015年度に2000キロワット未満の未利用の木質バイオマス、はい、この木ですね、木の、はい、使わなかった家を建てるのに柱をですね、綺麗な柱を作ったりするときに出てくる木くずみたいなものを集めて発電にするというような、そういう別個の買取区分も追加されてですね、はい、より小さい事業規模も可能となりました。で今現在ですね、まあ、ちょっとデータ古いんですけど、まあ、473万キロ、まあ、こういうふうにずっと毎年日本では、まあ、一生懸命無駄にバイオマスを木くずや廃棄物をただもして捨ててしまうんではなくって、そのせっかくエネルギーが出るんだから、その熱は利用させてよと、まあプールもそれでいいと思います。温水プールを他の重油を買ってきて燃やすとかですね、はい、あるいは電気で温めるとか、そういうようなことをするよりも、まあゴミ焼却場の横に作るということでエネルギーを活用していることになりますので、いいと思います。なるほど。ですから問題はこれがどこまで増やせられるかということですね。でも増やすと電力コストが上がってしまうという問題も起きちゃうよということですね。ありますね。で次回はですね、ちょっと地熱発電っていうものについても詳しく先生にお話を伺ってみようと思います。いやでも本当バイオマスは目から鱗でした、はい、はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。